お疲れ様です。お疲れ様です。何やこのまた美女連れてきてもらって、めっちゃ綺麗な方ですよね。本当にお願いしたら来てくれたんで。どういう人なんですか？自己紹介してもらっていいですか？私は東海地方で活動させていただいてる岡田真子こと岡真子です。水曜日の夜1時半頃にやってる、テレビ愛知岐阜三重とかで放送されてるパチファンっていうテレビに出てます。よかったら見てくれるとすごく嬉しいです。インスタグラムもフォローしてくれるととっても嬉しいです。ほんまだよ、お前こんなん連れてくるんだよ。やばいですね、思った以上にすごい方です。プロだね、女優やん。一つだけお願いがあるんですけど、いいですか？はい。ちょっと変態やろうって言うのもらっていいですか？絶対やる。じゃあ今日の企画はミッチーを騙します。ちょっとおかまこさんに今日せっかく来てもらったんで、うんうん、ミッチー口説いてもらおうと思って、うんうん、まあ一発でしょ。いや多分すぐ落ちますよね。いやまずじゃあ僕が企画入れたいんですけど、いいですか？はい。まず LINE ゲットする。 LINE やったらもう結構ヒュイって教えちゃいそうです。先輩だぞ、お前。あ、そうでした。デートにしたぞ。これ結構ハード高い。ちょっとハード高いですね、デート。これも3段階目。今日、食事にしたぞ。家に入る。まあ、家に入るというか、まあ、今日は入れんから、うん、もう家に入らせてください。これがこれファンとかに絶対家とか教えたら感動するんですよ。それだけは禁止にしろって。家を教えるだけは社内的には禁止にしとるんで。いい、いけます？今日これはハードルでかいね。うちはそうですね、これできたら本当にすごいと思う。いけます？なんとかおかまこチャンネルゲットしたい。で、あいつなんかすぐ行くでしょ、多分。ちょっと一回誘ってみようってみないですか？一回ちょっとあいつ今日ご飯誘ってみますか？絶対います。目見えですもんね。今日ちょっとご飯、はい、こっち見てもらってもで今日終わったらご飯行ってもらっちゃダメですか？少しだけ。なんで少しだけって何やねん、お前。で実際にはね、もうまあ、あいつ来て、まあ、ファンですっていう体で、はい、まあ、呼んで、でファンで、まあ、僕らバーッと入ってくるんで、で途中から履けますんで。はい、いいですか？大丈夫ですか？気合入れます。せっかくね、呼んでいただいたんで頑張らせてもらいます。じゃあ早速準備しておこうと思います。視聴者の皆さん、まあ、ミッチーどうせバカなんでね、すぐゲットできると思いますけど、で最後はね、俺は登場しますんで、ぜひ見ててください。よろしくお願いします。お願いします。もう来るな。来ます。楽しいな。そうなんですよ。あー、おー、ジョイ。そうです。パーマって。マジっすか？初めまして。めっちゃ綺麗やろ。めっちゃ嬉しい。いいですよ、席。この人はお前のファンらしいよ。マジっすか？わざわざ会社してくれたんですよ、ミッチーに会いたいって言って。でもマジで会いたくて、はい、もう本当に会えたらめっちゃ嬉しいです。ミッチーです。なんだっけ。嬉しそうだ。違う、やっぱなんか自己紹介大事じゃないですか。自己紹介大事。めっちゃ話しいよ。こいつのどういうところですか？いいところ、がたいがいいところとか、はい、うん、なんかこう、まあ上半身結構鍛えてらっしゃるけど、なんかもうなんかピッピしてるのも可愛いし。まあじゃあ、まあじゃあ、はい、俺ら喋って、まあ一回ちょっと二人で喋って、なんか二人で喋りたいってすごい言われて。せっかくですし、はい、二人で喋ったらどうですか？もうみんなそうやって言うんだよ。だから、一回ほら、打ち合わせあるけど、行ってから。ああ、そうなんです。ああ、でも、また、適当に、はい。また、行くわ。わかる。行きましょうか。そうなんですね。はい、マジで嬉しい。ちょ、一回キスだけしてもらってもいいですか？あ、いいです。汚いですよ、仕事が。いや、ちょっと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 、すいません。ありがとうございます。ああ、嬉しい。かっこいい。お分かりいただけただろうか。やばい、いいと思っちゃった。あ、全然いいです。まあ、ちょっと汚いですよね。いいよ。手洗ってください。本当にかっこいい。もうめっちゃ会いたかったんですよ。マジっす。いや、めっちゃかっこいい。マジっす。なんかそれ、めっちゃ、はい、体もめっちゃいいですよね。あ、全然いいっす。サプリです。あ、全然いいっす。ほんと、はい、触っちゃいますよ。いいっすよ。やばい。やばいっすか。これはやばい。
現場で撮るので、うん、結構鍛えられるんですよ、体は。じゃあ私んちいつか補修してください。あ、もう全然します、全然します。塗り替えしてください。その時も全然現場出ます。本当に？じゃあその時のためにちょっと LINE 来ちゃうんですか？あ、全然いいですよ。本当に？いいですか？いいですよ、はい。 QR コード出してください。 QR なんですね。はい、ありがとうございます。全然です。 LINE 送ってください。お返しします。送ってきます。はい。ちゃんと返してくださいね。 LINE。 あ、全然返します。じゃあ今度家は行っちゃダメ？いや、家はちょっとまずいんですよね。いや、ちょっとまあそのファンの人に、まあ、家に、まあ、家教えるなよって言われてるもんで、あ、一緒に約束してるんですよ、社長と。じゃあまあまあ、でもじゃあ家以外だったら一緒に行く。家以外、うん、全然まあ遊園地とか。遊園地一緒に行ってくるんですか？全然僕動物とか好きなの。それ動物園じゃないですか？あ、動物園ですか？どこでもいいです、全然。長島スパランドとか。ああ、じゃあ長島スパランド行って。いや、長島スパランドちょっと疲れるじゃないですか。ああ、あの疲れるですね。マッサージ得意なんですよ。マッサージ得意なんです。終わった後とか、はい、お家でもちょっとマッサージしてあげるのとかダメですか？家ですか？家か。はい。家ご飯も作れます。マジっす？うん。まあでも食ってみたいですね、一回。本当ですか？料理うまそうですもんね。でも料理大好きなんですよ。マジっす？はい。飯作ってくれるなら、はい、そうっすね。飯作ってくれるなら全然。え、オッケーですか？全然、はい。もう毎日作りに行く。マジっすか？毎日でも使いに行く。全然来てほしいです、本当に。え、じゃあ家オッケーですか？いや、全然オッケーです。あっ、やっちゃう。社長には黙っといてほしいです、マジで。じゃあ絶対言わない。はい。じゃあ一緒に行くのは、はい、長島と、はい、お家と。いいですね。じゃあ今日この後ご飯もオッケーですか？この後だいたい夜ご飯、社長と飯食うんですよ。あ、でもなかなかなんで、いつも食っとるもんで、はい、断りづらいっすよね。あ、でも今日ちょっとなんかいっぱいもっと喋りたいなって思った。あ、マジっすか？はい。どうしようかな。これも本当は持っていってもらったら、はい、社長断りますわ。いいんですか？るんで。いや、全然いいです。本当に？え、近くですよね。近くです。で、近くそのすごい美味しい焼肉があるんですよ。ああ、でも焼肉も確かにいいかも。めっちゃ美味しいですよ。臭いのも苦手で。臭いですか？寿司とか海鮮食べれないんですよ、私。あ、食べれないです。鉄板焼きとか。ちょっと鉄板焼きもなんか匂い出るじゃないですか。ああ、そうですね、匂い出るですよね。そういうの近くにあの日本料理あるんですよ、うまい。いや、結構うまいですよ。今日、はい、今 LINE 入っちゃって、ちょっと、はい、今日ちょっと厳しいなって思って。え、まず、また自分から LINE してもいいですか？あ、いや、また私から。今日どうですか？いや、ちょっとまた私の方から連絡してもいいですかね？いや、結構美味しい飯とかあるんですけど。あ、もう予定。いや、ちょっと予定入っちゃって、ちょっと、はい、また今度自分から連絡するんで待っとってください。え、マジですか？マジか。ちょっと、すいません。どうでした？あ、うっす。どうでした？はい。どうですか？楽しかった。ファンとの。あ、まあまあ、結構話盛り上がりました。顔が違うっすね。え、知らせそうやろ。めっちゃ似てるんだし。お前、全然違う。おい、なんだって。お前、それまずいだろ、撮影したら。映したじゃないか、お前。違う。お前どんだけ幸せなの、お前。映したらまずいだろうって言って。ドッキリだって、お前。ドッキリ決まってるやんか、今日は。お前、やっとんかな。おい、止めろ。トムさん、ダメだ。こいつの命令と俺の命令と違うんだ。社長っすね。帰っていいっすか？帰ってかんて、お前。何やった、この子。何や、お前。はい。何よ、お前。家を教えると言って社長に行ったらダメって言われてるんで。なんか言ってる。いや、家を教えてない。ん？家を教えてない。でも行っていいって言ってくれました。言ってないよ、ね、いや、違う。
や僕じゃ勝手に喧嘩したらちょっと顔足らずですいませんね。何言うけど。いやだからもうちょっと長くなったら全然いいよってことだったんですよ僕は言っとったら。全然だよ。お前マスターじゃないから反応おかしかったやんけ。俺全部見とるでよ俺ら。マスター得意なんですよっていうあたりが。でお前ご飯作りに来てる。いやご飯作ってほしいんで来てくださいとか言ったけど、お前絶対マスターしたろ。いや違う全然絶対なこと考えてる。いや考えてる絶対考えてる。なんか、ね、すごい家庭的だなと思った。嘘つくな。いやでもだからそこになんかいやそうじゃない。お前分かるだろそこら辺。そうっすね。だろう。あでもピンやもん。どうですかもう。もうちょろかったちょろかった。ちょろかった。いや落ちてないっすよ落ちてないっすよ。全部すぐ教えてください。すぐ教えてください。でもなんか飯食いに行きたいって言ったじゃないですか。言うわけねえだろお前。こんなすごいじゃんな。じゃあ本当にごめん。ごめんだねお前。じゃあちょっとインスタ見せてください。インスタですか。インスタ。やばね。めっちゃやばね。めちゃくちゃスタイルいい。めちゃスタイルですよね。うわちょっとこれちょっとこれやばいっすね。実物の大きい写真くれないですか。えこれやばいよね。僕ん家来る時ってこれで来る。お前まだ夢見たんだってお前。これやばいよね。やばいっす。いやこれすごい。これすごいよな。これ全員そうですか。これすごい。これは大会に出た女の子たち。俺触っていいですか。あもちろん。めちゃめちゃ触っとんのよ。これやば。こいつだよ。やばくねこれ。僕もマッサージして、ね、マッサージしてもらったら多分そんな体になる。すごいよね。すごい。本当にすごい。よかったらフォローしてください。あじゃあ貼っとこうか。これ貼っとこうか。あありがとうございます。うん、まあインスタでまあやり始めたばっかみたいな感じですか。あやれ全然投稿する。あ投稿してないんだね。あんまりね。めっちゃでもあのすごい写真。俺、うん、もうリリちゃんにめちゃ感謝してる。僕タグ付けしておきますよ。タグ付けしておきます。タグ付けしておきます。いいよねでもね。もういや僕良くないですけどね全然。リリちゃんどう？こんな先輩。いやなんかもう必死すぎて。リリちゃん。必死すぎて。リリちゃん。はい。髪切った。気づくの遅くないですか？なんか可愛くなったねリリちゃん。いないですか。いやよく僕言うんすよなんか。言うんすよ結構いろいろ。お前まだなんか最悪チャンスあると思ってる。いいとこ見せようと思ってるなお前。まだ最悪なんかあると思ってる。いやいや全然思ってない。いや本当はどう思いますこういうような。見た目的には、はい、なんかまあ目が細い感じも全然好きですし、はいはい、なんかちょっと。伸びかけのも、なんかこのもじゃもじゃしてる伸びかけも。いや、褒めてない、褒めてない褒めてないから、褒めてないから。シャワ、お前の先輩どうだ。もうこれ、最悪なんかまだチャンスあると思ったな、こいつ。いや、全然です、全然です。乙女なんですね。乙女、優しいな、お前。乙女じゃないから、ただ騙されやすいだけだろ、お前、こんな。全然騙されんすよ。いや、だって気づいとんですよね、僕。おかまこちゃん、出ていただいて、ね。ちょっと面白い企画やりましたんで、またぜひまたミッチーボコボコに直してちょっと最近美女でどうかな。いやもう僕引っかからんすよ。え僕引っかからんすよ。ちょっといいってはいっすか。 DM 送ってきますよ。 DM 送ってきますよ。ちょっとねブロックしろ。ブロックしてくださいよ。いや、仕事の話です。仕事の話です仕事の話だからねえ。またちょっと現場の動画もまたちょこちょこ撮ってきますんで、ぜひ、はい、またチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。はい、もういいってこの時間が続けばいいと思ったのよ。じゃあねーバイバーイ。ねーどうでした。ご飯行きましょう。まだ行ってる。行ってる。まだ行ってる。焼肉行きます。焼肉行こう。行きます。行きます。行きます。まだお前いや違う。いや全然違う。スーパーマリオなんかもう落ちる寸前みたいな。ブロックになんか捕まってるマリオみたいな感じになっとるやんお前。バーンって張り込みみたいに戦いますね。無理やお前。飯行ってきますね。え飯行ってきます。行かねえよ。すいません申し訳ないです。ごめんなさい。ごめんなさい。Yeah.
やっ